ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうしたんだ？私、引っ越しを考えてるんだ。そうなのか。どんな物件を探しているんだ？訳あり物件に住もうかなって考えてるんだよね。どうして訳あり物件なんだ？だって格安だし、できるだけ少ないお金で引っ越したいからさ。確かに安いが、それには理由があるんだぞ。訳あり物件に住んで後悔した人はたくさんいるんだ。ってことで今回は最強の訳あり物件10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは、夜中に隣から助けてと女性の叫び声だ。不動産会社に勤務している男性のところに、担当するマンションのある部屋に住む男性から相談の連絡が入ったんだ。どんな相談だったの？夜中に隣から女性の助けてという声が聞こえる、というクレームだったんだ。隣に住んでる女性なんじゃないの？いや、隣は男性の一人暮らしなんだ。え、そこは地方出身者が集まる派遣会社のようだったから、慣れない土地でふるさとに帰れない寂しさや、仕事の辛さから精神を患い、幻聴が聞こえるようになったのではと推測されたんだ。だが、クレームが入るのは、その一部屋だけだったんだ。たくさん部屋はあったのにクレームが入るのは、ここだけって怖いね。そうだな。その後調べたところ、その部屋では昔住人が孤独死していたんだ。それが女性だったの？いや、性別は分かってないが、その可能性もあるな。その部屋の噂が広まってしまい、他の部屋の住人も怖がるようになってしまったから、住む人もいなくなり、建物を取り壊すことになったんだ。じゃあ、もしかしたら、新しいマンションが建てられて、同じことの繰り返しになるかもしれないね。そうかもしれないな。二つ目に紹介するのは入居初日からヤバい現象だ。ある番組の企画で若手芸人が訳あり物件に住んで、毎日部屋を撮影し、幽霊が映ったらギャラがもらえる、というものがあったんだ。若手芸人の男性は初日から白い発光体を撮影することに成功したんだ。そうなんだ。白い発光体くらいだったら、番組も盛り上がるしギャラももらえるし、そこまで怖くないね。いや、その後、後輩を呼んだら廊下を歩く後輩の後ろに、ニット帽をかぶった作業着姿の若い男がくたーっとくっついていたのが見えたんだ。後で後輩に確認すると、その時廊下には誰もいなかったし、足音も聞こえていなかったというんだ。この物件は男性が思ってる以上にヤバい物件だったんだね。三つ目に紹介するのは安いから気にしないと購入したお客様に起こったことだ。凄惨な事件があったマンションの一室を、不動産会社が激安物件として売り出していたんだ。そんな物件にお化けなんているわけない。安いから気にしないと言いながら購入した方がいたんだ。入居後、二つの悲劇が飼い主に襲いかかるんだ。どんなことが起こったの？一つ目は飼い主が運転する車が大きい事故に巻き込まれ、生死をさまよう大怪我を負い、大破した新車は廃車になってしまったんだ。二つ目は室内で飼っていたワンコたちが喧嘩をして、噛みつかれたワンコが亡くなってしまったんだ。噛みついたワンコはとてもおとなしい性格で、そんなことをする子ではなかったんだ。飼い主さんは訳あり物件に対して軽い感じだったから、これが目に見えない何かを起こらせてしまったのかもしれないね。そうかもしれないな。四つ目に紹介するのは入居する3週間前に女子大生が首吊り自殺だ。男性は家賃1万円台のところを希望して不動産屋に行ったが、最初はないと言われてしまったんだ。でも、本当にないのかダメ元で聞いたら、1K で駅から徒歩約10分、家賃1万2000円の訳あり物件を紹介してくれたんだ。不動産屋が隠すような物件は、住まない方がいいと思うけどな。本当だよな。その物件は男性が入居する3週間ほど前に女子大生の首吊りがあった部屋だったんだ。内見の際は、何も感じなかったが、住み始めると、しょっちゅう寝ている時に金縛りに遭い、夜中になるとお寺の鐘が鳴り響く音がするんだ。それに、風呂場の排水口には長い髪の毛が絡むようになったんだ。怖すぎる。女性が亡くなった現場に花を供えると何も起こらなくなったそうだ。成仏したのかな？おそらくな。部屋に異変は起こらなくなったが、男性は霊感がなかったが、訳あり物件に住んでから霊感がついてしまったんだ。訳あり物件に住んだことで霊感がついちゃうこともあるんだね。5つ目に紹介するのは住み始めてから悪いことが立て続けに起こるだ。火災による死亡事故があった物件に住んだ男性の話なんだが、住み始めてから金縛りや耳鳴りが頻繁に起こるようになったんだ。それに、彼女にも振られてしまい、精神的に病んでいる日々が続いたんだ。霊は弱っている人を仲間だと思って寄ってくるって話を聞いたことがあるよ。もしかしたら、訳あり物件に住んでしまうと、精神的に病んでしまいやすくなるのかもしれないね。そうかもしれないな。6つ目に紹介するのは電子機器がおかしくなり、人形が喋り出すだ。ある女性は周囲の同じ条件の物件より2万円ほど安い物件に、
住むことにしたんだが、住んでみると奇妙なことがたくさん起こったんだ。どんなことが起こったの？まず、住み始めたら毎晩変な夢を見るようになったんだ。どんな夢なの？知らない人が訪ねてくる夢、おばあさんが部屋にいる夢、女性が寝ている足元で3人くらいの知らない人がこちらを見ながらひそひそ話をしている夢だ。全部、部屋が関係している夢なんだね。そうなんだ。その他にもテレビやエアコンが勝手に作動したり、傾けると喋る人形が手を触れていないのに夜中に急に喋り出したり、電子機器は全般、おかしかったらしい。霊は電子機器に影響を与えやすいっていうもんね。ああ。しかも、人形は計7種類の声がランダムに出るものなんだが、助けてばかり喋っていたんだ。それは怖すぎる。7つ目に紹介するのは殺人事件が起きた部屋だ。この物件はもともと男性が一人で住んでいたんだが、男性の父親が押し入って惨殺した物件だったんだ。その説明を受けた上で男性は内見に行ったんだが、すごく綺麗な部屋だったから、多分大丈夫だろうと思って、その物件に住み始めたんだ。その男性すごいね。男性が住み始めて3ヶ月くらいは特に怪奇現象もなく、快適に暮らしていたんだが、友達と家で飲み会をしてから、おかしくなってしまったんだ。どんなことが起こり始めたの？友達が、この家で寝るのが怖いと言い出したんだ。訳あり物件だって知ってるから怖く感じちゃったんじゃない？いや、友達には訳あり物件だとは言ってなかったんだ。そうだったんだ。友達はどんなことが怖かったの？男性が寝ると急に部屋が怖くなるらしいんだ。ラップ音がずっと鳴っているし、テレビの裏から伸びる手が見えたこともあるらしいんだ。そんなの聞いちゃったら、住んでる男性も怖くなってくるよね。ああ。それから男性はあまり家に帰らなくなったんだが、3日ほど家を開けて帰ってきたら、家の中がぐちゃぐちゃになっていたんだ。結婚もあったらしい。それはヤバすぎる。8つ目に紹介するのは結婚が天井に。だ。男性は住み始めた当初、オーナーから首吊り自殺があった部屋だと聞いていたが、それにしては少し不自然な点があったんだ。何が不自然だったの？天井の一部が青く変色していたんだ。それに、部屋の中央からは時折ビビビビ、と、奇妙な音が聞こえるんだ。何の音だろうね？男性はノコギリの音に聞こえたらしい。オーナーも多くを語りたがらないし、男性はこの部屋は自殺ではなく、殺人が起きたのでは、と思ったんだ。そんな部屋怖すぎる。オーナーがちゃんと言ってくれないのも、めちゃめちゃ怖いよ。9つ目に紹介するのはトイレから老婆の不臭が、だ。不動産屋に行った男性は一つだけ格安の家賃の物件を見つけたんだ。その理由を不動産屋に尋ねると契約していただいた後に教えますと言われたんだ。男性はとりあえず契約し、改めて不動産屋に何があったのか聞いたんだ。すると、我々にもわからないのです。ただ、事故現場はトイレですと教えてくれたんだ。とりあえずでそんな物件を契約しちゃダメだよ。本当だよな。男性は部屋を正式に借りた後、早速トイレに直行したんだ。するとトイレには、懐かしいおばあちゃんの匂いが充満していたんだ。後から同じ棟の住人に話を聞くと、僕が契約する1年ほど前に、老婆がトイレで孤独死しているのが発見されたそうだ。発見当時は当然体に異臭が漂っていたという。でも、トイレは密室だから匂いが外に漏れにくいよね。そうなんだ。つまり、匂いが漏れる頃には、かなり腐敗が進んでいたはずだ。このトイレには、老婆の遺体の腐敗臭が染みついていたってわけだ。クリーニングしても消えないくらい、匂いが染みついちゃったんだね。そういうことだ。最後に紹介するのは巨大な墓に囲まれている物件だ。訳あり物件を探していた男性が不動産屋を回っていたら、お墓に囲まれた物件を紹介しますよと言われて、内見に行ったんだ。確かに周りは墓地で、気味が悪かったが結局契約し、比較的快適に日々を過ごしていたんだ。数ヶ月後、男性は知り合いの霊媒師に、あなたが住んでいる土地は下から悪いエネルギーが溢れている。あの土地に住み続けると、事故に遭い、病気になるよと言われたんだ。でも男性は霊媒師に引っ越したことを話していなかったんだ。男性は何も感じてなくても、霊媒師は異変を感じ取ったんだね。そうなんだ。男性が後から知ったことだが、このマンションは墓に囲まれているだけでなく、墓の一部を取り壊して建てた物件だったんだ。男性が借りている部屋の真下には、今も誰かの遺体が眠っているのかもしれない。早く引っ越した方がいいよ。やっぱり訳あり物件に引っ越すのはやめておこうかな。それがいいと思うぞ。ラップ音で寝不足になるかもしれないし、電子機器が壊れるかもしれないし、精神的に不安定になってしまうかもしれない。そうだよね。安いってだけで決めるのは危険すぎるよね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。